はい、よろしくお願いいたします。ですね、今日、ともこさんありがとうございます。こんばんは。皆さんこんばんは。今日、野寺勝さんに、ご出演していただきます。で、今まであまり、表に、公になんか出されなかった中川翔一先生との、兄と弟といいますか、まあ、師とね、弟子というか、師弟といいますか、まあ、本当に濃い深い関係、親友のね、深い関係だった。お、マサルさん起きてますよ、大丈夫ですよ。水野さん大丈夫です、安心してください。はい。結構今日はちょっとね、今まで聞けなかったお話も聞けるんじゃないかなと思います。そうなんです、マサルさん、実は、お昼2時ぐらいでしたっけ、後ろからね、ちょっと追突されて、事故してしまったとか、事故されてしまったっていう言い方の方がいいんですね。追突されちゃったみたいなんですが、まあ、無事ですというふうには書かれてたんですが、大丈夫かどうか、病院行かれたのかどうか、ちょっと心配なので、ねえ、本当にラプテンさん、貴重なね、クラシックカーが、まあ、多分、マサルさんがね、ずっと普段、メンテナンスされてるところで、きちんと多分、綺麗には治るんだとは思うんですが、まあ、その辺もね、ちょっと心配ですし、お聞きしたいと思いますし、もうね、とにかくお電話しましょうね。はい。ちょっとお待ちくださいね。新しい方ですか？あ、そっか。そんな何台もあるの？クラシックか、色違い2台じゃなかったっけ？シルバーの方でしょ。はいはい。はい、マサルさん、お疲れ様はでいはす。い。お世話になはいはい。いります。や、今見てたけど何寝てるんじゃないのかあさ。はははは。違う、私が寝てたから。起きてるよ、起きて起きてまするよ。よ。誰かじゃあるまいしね。本当に本当もにも。マサルさん、車、大丈夫でしたか？首、う。もう全どう然です大か？丈夫。いや、大丈夫って言っても、なんか後から痛くなることあるので、病院行ってくださいって皆さんコメント書かれてたんですが、行かれました？そんなにすごくないの？なんか、ポーンって感じ。パって。そうなんですね。結構ほら、お天気が良くて、Facebook に、載ってたお写真見たら、お天気いいし、まあ、道路には雪は除雪してあって、脇には雪積もってましたけど、なんで当たっちゃったんですかね、後ろの人。なんかね、俺の前にも車がいたの。あ、はいはそい。れで、はい。赤から青に変わってもなかなか行かなかったのよ。あら。で、その後ろに止まってて、青だと思って、その僕の後ろの人がそのまま来ちゃった。それはでもよそ見ですよね。まあまあ、よそ見だけど、まあはね。い。そうですか。え、じゃあ、マサルさん動いてなかったんですか？動いてないよ、止まってたあ、よ。もう完全100ゼロですね。だって前に車いたし、ねえ、あ、よかった。バンってぶつかってから前の車行っちゃったのは、お前のせいだろ、みたいな。前の車の人行っちゃったんですね。医者さん、もうお前のせいだろうと思いながそうら。ですか。いや、まさるさん、ああいうなんか前の車が動かないときって、どれぐらい我慢してからプップってやります？ 10秒ぐらい。10 秒ぐらい。で、その10秒経たないぐらいの時にゴーンってやられちゃったんです。そう。わあ、気の毒に。みんながシルバーの方かな、ブルーの方かな。ブルーの方じゃなかったですか？シルバーでした？シルバーの方。そっかそっか。そうなんですね。クラシックカーの方じゃない方。あ、じゃない方ですね。はい。ちゃんと治りますよね。いや、治る、う全ん、よかったよかった。はい。然。ああ、皆さんそういうことです。全然安心大して変くじだゃないさよ。ちょっとバンってぶつかっただけだもん。い。いやー、まさるさん100ゼロだったら、なおさら行ったらいいのに、病院とか、い思うや、んですなんけか、結構ど。若いはい。青年だったわけよ。
きちんと。すごいいい青年だったから。きちんと、平謝りされましたか。そう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 。そうなんですね。よかったよかった。その痛くないのに痛いなんて言うつもりもないし。そうですよね。まあもちろんそれは良くないですよね、うん。全然大丈夫。はい。あ、もうきちんと相手の方がもう、誠心誠意謝られたから、よかったということです。まさるさんも怪我がなかった。ちょっとぐらい痛くてもいいと思ったもん。そんな、優しすぎ。いや、それぐらいいい子だった。でも、わかります。ね、ちゃんと自分の非を認めてきちんと謝られるとね、うん、こっちももう、わざとじゃなかったんだなっていう気持ちになりますよね。はい、うん。はい。まあ、とにかく、まさるさんが無事で車も治るんだったらよかったです。はい。全然ありがとうございます。大丈夫です。ね、よかったです、はい。皆さん安心してください。はい。うん、ああ、よかったよかった。なんか、うわあ、事故になってしまったドキーと思って。恨みがあって恋にって、どんだけ恨まれてる車で追突されるようで、どれだけ恨まれてるのかましたよね。そんなことはないですよ、マットです。はい。ああ、じゃあもうね、無事にちゃんと、まあ、自己処理も終わって、相手の方もきちんと謝られて、まさるさんも怪我がなかったということです。うん、皆さんよかったです。うん、はい。そう。ああ、まあでもありますからね。やっぱり運転してるとね、こっちが気をつけてても後ろからっていうのは、もう防ぎようないですから。はい、うん。そうですか。ああ、よかったです。はい。はい。しばき、はい、皆さん、しばき隊にとか、いろいろ書かれて、テロじゃなくてよかった。ね、しばき隊なら逆にこっちからバックしていくわ。ねえ、しばき隊だったら面白いじゃないですか。本当に。こっちからバックでぶつかっていくわ。いやいや、本当に。いやー、よかったです。はい。うん。まさるさん、今日、私、ちょっと、皆さんにね、中川翔一先生のお話をね、ちょっと、まさるさんから少し聞けると思いますよ、って、お話ししてたんですが、うん。翔一先生は、本当に、超党派のね、拉致問題の議連も、議連の代表もされてましたし。そうそう。はい。で、また、ちょっと、まさるさんからいただいたお写真を、うん。出しますね。これ、飯塚さん、まさるさんもお若いんですけど、飯塚さんも。飯塚さんも全然ね、その、すいません、皆さん、ちょっと、切れました。すいません。なんかね、すいません。今切ったの。あれとかなってる。ごめんなさいね。繋がってますね。いいの？はい。あ、繋がった？これで。あ、繋がってると思います。見ますね。はい、大丈夫です、大丈夫です。繋がってますね、皆さん。いつ入ってのが なった。あ、はい。写真出しますね。うん。はい。これは中川翔一先生の、まあ、8期務められたんですが、何期目ぐらいの選挙の時かちょっと。これね、2005年だったかな？あ、そうなんですね。でも、うん、終わりの方なんですね。終わりそうだね。うん、はい。これね。この二人が、うん、はい。中川翔一代議士は絶対に落とせないってことで、うん。うんうん、これ多分投票、これ9月9日金曜日に、はい。今は亡き藤丸っていうデパートの前で街頭演説やりますよっていうポスター貼ってありますけど。はいはいはい。9月11日に日曜日投票日で。うん。金、た、く、じゅ、11だね。11日に投票日の2日前までずっと来ていて、そしてこのように個人演説会回って、絶対中川翔一先生落とさないでくださいってお願いしてるのよ。あ、もうそんなに二日間もいらっしゃったんですか？へえ。本当に、飯塚さんお若いですね。お若いでしょ？お若いです。そうなの。ねえ。だから逆に、こういう若い、ね、飯塚さんだとかを見てると、本当ですね。どれだけ時間がかかったんだっていう思いと、ね、これだけ経ってしまって、ね、まあそりゃそうですよね。2008年。そっか。あれ、もう18年前ってことだから。え、2006年ぐらいですか？あ、2005年。あ、そうですよね。うん。はい。そうそう。そういう話なのよ。時代。そうですか。そう。
ねえ、ともこさん、まだその時だったら子供さんかな。うん。そう、2005年ですって。お会いしたかったですよね、本当ですね。しげる、しげるさんはこの場所にはいらっしゃってなかったんですね。さっきんさんだけ。この時に来てたの。この時に来てて違う場所にいたの。ああ、そうなんですね。ご夫婦で。そうなの。そうですか。ええー。皆さんがね、まさるさんが当時の方が、今よりも、今の方が若く見えるっていう、コメントもあるんですけど。この当時はもうカミソリみたいな男だったから、ね。カミソリ。面白いことはあんまり、公開ではやってなかった。なんでこれアップしてんの？マサルさんをちょっとお若い時のマサルさん、見ていただこうと思って。髪の毛ピシッとなってますね。うん、今のように、妖低山ヘッドにはしてませんね。ないからね、もう政治家の時はね。そうですよね。うん、まあもちろんね。うん。そっか。いやー、もうそれだけね、ご家族がどれほど正一先生に、こう、期待をされていたかっていう、うん、まあね、うん。うん、これ、さきえさんの方が、マイク持たれてますが、本当に、ね、飯塚さん、若いわー。ねえ、さきえさんもね。本当にね、飯塚さんのこの若さを見て、まあ、年月の長さも感じるし、感じます、感じます。あと、本当にね、その気持ち的にもね、辛かったんだろうなっていう思いもしちゃったり、まあ、このね、写真一つ見ても、うーとかなっちゃいますよね。ここでね、本当にちゃんと、正一先生があんなメディアバッシングなんか受けないで、うん。ちゃんと、まあ、休憩目も務められてとか、まあまあ、たらればな話したらギリはないんですけど、うん、やっぱり変わってたんじゃないかって、どうしても思ってしまうんですが、うん。いや、思いますよね。思います、やっぱり。今日は何の話しますか、正一さんの。そうですね、何でもいいですよ。まず、出会いから教えていただけるとありがたいです。出会いなんですけどね。はい、うん、うちの、父も、まあ、政治家をしていたっていうのがあって、はい。で、実は、正一さんが政治家になる前も、はい。うちに遊びに来てたりしたんです。ああ、そうなんですね。なるほど。うん。はい。でも、ちょうど10歳違うっていうことで、まあ、仲良くさせていただいてる中で、はい。まあ、正一さんが、まあ、30そこそこで選挙に出るっていう時に、うん、まあ、僕は、応援しに行く。っていうことになって。ああ、もう最初 の、はい。衆院選から。一番最初の選挙の時は、はい。応援されたんですね。まあ、応援するっていう形で、弟分みたいな感じでね。はい。はい。それで、まあ最初の選挙から応援をしてっていう中で。長いですね。じゃあ、それからなんだよね、まさるさん、まだ大学生ぐらいですか？そうですね、大学生の時。わあ、そうですか。へえ。そう。その時はまだ中川正一さんも、まだ、うん、独身だったんですかね。うん。そう、独身だった。うん、まだ優子さんと結婚する前。ねえ。うん、独身だった。そうですか。それはもう、やっぱり、野寺、その、勇さん、お父さんが、うん、まあ、道議も務められていましたし、うん、で選挙っていうのは、やっぱ自分のお父さんの応援とかもされてたと思うんですけど、うん、慣れてましたか？うちの親父が応援はしてない。あ、してないんですか？うちの親父が選挙の時はずっと外にいたから全然応援してない。あ、してないんですね。うん、してないの。頑張ってね、みたいな感じで。でも、正一さんの時は応援した。あ、そうですか。じゃあもう選挙に関わった初っていうのは、正一先生のこの、そうそう、正一先生の選挙の時。そうですか。へえ、いきなりもう、衆院選から、お手伝いしたんですね。そう。なんかね、いろいろ、例えば、遊説だとか、なんか車に乗ってね、はいはい、やる舞台だとか、はい、あとはいろいろな、その、部局が選挙事務所ってあるんだけど、うんうんうん、障害っていうのをやらされて、障害、なんでしょうか？すいません。障害っていうのは、うん、外との調整をして、うんうん、あと例えば、いろいろなスケジューリングを全部コントロールするっていうのが障害局っていうところで、そこに配属をされて、へで、何やるかって言ったら、
実動部隊で、うん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 、個人演説会ってずっと選挙中にいろんなところで2カ所も3カ所もあるわけよ。回るんですね、いろいろ。うん、そう、はい、そうそう、回るの。あの、同じですね、生涯。そうそうそう。拉致被害者の方たちも来るような場所を、うんうんうん、何カ所も作って、そこでぐるぐるって回って、その4、5人の弁士が、はい、スケジューリングをするんだけど、何時から何時までどこどこみたいに、そうそう、はい、会場に行って、うん、そしてなんていうのかな、次あ2番目の弁士がちゃんと入りましたとか、3番目の弁士がまだ来ませんとか言って、2番目の弁士にちょっともうちょっと早く長い、その、長く話してくださいだとか、調整して、その一つの、その個人演説会を無事終わらせるみたいな、そういう役目をしていたのよ。大変ですね、結構ね。それが、20歳そこそこでね。うん、うん、そう、パソコン。2人目の弁士も3人目の弁士も来ないと。うん、うん、うん。いう時があるわけよ。ああ、もう、時間的に間に合わないと。まだまだこっちが出てません、はい、前の会場とか言って。はいはい、届いてませんって言って。必然的に、会場のお客さんから、はい。お前が話せってなるわけよ。いや、そりゃそうですよ。うん、皆さんお客さん集まってきてますから。でも話せることないでしょ。政治家でもないし。二十歳そこそこのね。はい。はい。で、隠し芸やりますみたいな。そんなの本当に、本当に今考えたら大丈夫だったのかなみたいなことで、どうにか場を繋いでいたよ。いや、そうですよね。いや、でも偉いですよね。なかなかやっぱり、肝が据わってますよね。いやいや、本当。いやいや、そうですか。すいません、まだ全然来ませんとか言って。はい。あ、じゃあもう、僕何か隠し切ってみたいな。そう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 。え、ちなみに何やったかなんて聞いていいですか？いや、いいよ、歌歌ったことあるよ、俺。あ、いや、もうね、じゃあ一曲歌いますと。そうそう。いや、そうそう。その会場たまたまコミュニティセンターだから。ああ、そうですか。カラオケのなんか機械みたいなのもあって。はい。いや、すごいな。そうそう、セットしてたときに、うん、はい、これ、しょうがない。あずさ2が歌おうぜ、みたいな。歌ったことあるよ。明日私は、ですから。もう。そうそう、でもね、おじいさんは、これは面白い。結構売れ、受けるわけよ。受けますよね。わあ、いや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 、みたいに。うん。そうそう、移動、みたいに。そうね。いやあ、まさるさんも、いや、若い時からっていうかもう、度胸あったんですね。すごいなあ。でもその当時ってね、携帯電話ないわけよ。そう、え、2005年。え、違う、だから30、39年前。ああ、違う、39年前。ないです。そうですよね。携帯ないのよ。だからもう本当に大変だった。携帯もないし、ワープロ時代ですよね。そうそう、だから、なんていうの、パソコンもまだ。電話あるとこまでお金握りしめて走りながら。ですよね、メール打つってわけにもいかないし。うんうん、今どうなってるんだみたいな。はいはい。地獄だみたいなことやってたよ。早く来てくれみたいな感じで。そうそう、もうどうしてくれるの、はい、2曲も歌ったぞ。ごめんなさい。すごい、受けました。いや、でも、初当選の時って、やっぱりものすごく、やっぱ感激しましたか。戦って、ね、勝つっていうのはこれか、みたいに。うん。そうそう。はい。でも、そうそう、本当に感激したし、いや、こういうものなんだ、っていうふうに思って。うん。まあ、それから仲良くさせていただいた、みたいな感じだったんですよね。そうなんですね。なるほど。うん、まあそういう出会いだったということです。まあ面白いな。うん、ねえ、いや、高見かな、あ、コナーさんかな、コナユキさんかな。素敵な声なので歌も素敵だと想像つきます。私もマサルさんのあの歌を聞いたことがないので、うん、すごい貴重だな。すごいな。そうだよ、俺なんか。なかなか歌わないよ、本当に。ねえ、ですよ。いや、先発もあったから歌ったけど。二十歳、ね、21歳の、青年がそれをやれるってすごいですね、本当に。うん。いや、しょうがないもんだって、ねえ。いや、でも、なんか、周りの先輩に何とかしてくださいって、こう、助けを求めちゃいそうだと思うんですけど、じゃあ一曲行きますっていうところが、
ねえ、マサルさんだなと思って、面白いなと思います。でもやるしかないでしょ、だって別に。命まで取られないし。そうです。それそうです。それそうですけど。踊ってるのは見たことがあります。誰な、これ。何起こした誰か分かった。なんだよ、いやー、でも、小地先生のその、マサル君歌ってましたよとかって聞いた時にはもう、見どころあるなと思ったでしょうね。度胸あるぞ、まあね、こいつは、みたいに。うん。まあ、そんな感じでしたわ。そうですか。うん、そこから、まあ、講師ともに仲良くされて、おられて、まあ、これはね、テニスでね、なんか、マサルさんもちょっと疲れてて、すごい日焼けしてるんですけど、赤くなって。そう。そうそう。正一先生すごくなんか疲れたみたいな顔になってます。正一先生ね、もうなんていうの、はい、ターミネーター的なのよ。あ、そうですか、タフですか。テニスが好きで好きで。そうなんですね。僕もね、テニスはね、はい、やってたの。うん、うんうんうん。やってたんだけど、はい、ちょっと、肘をちょっと、故障してしまって、はい、今でも肘のところに手術の跡があるんだけど、だからなかなか長いことできないのよ。あ、もう長くやると痛むわけですね、そこの傷が。そうそう。昔はね、ヤマハカップっていうところの地元の代表になって、全道大会とかいろいろ行っていたわけよ。すごいですね。お、すごいですね。そうそう、正一さんテニス好きだから、テニスやるぞみたいなとこで呼び出されるわけ。置いてみせるぞ。すっごい負けず嫌いなの。なんとなく想像つきます。負けず嫌いで、はい、ちょっとゲームをちょっとな自分が怪しい雰囲気になったら、はい、もう一回やるぞみたいな。あ、ちょっとね。勝つまでずっとやるの。今のなしみたいな感じでね。そう、だからこの日のこと鮮明に覚えてるけど。覚えてますか ?10 時から始めて。これ夏ですよね。もう。6時間やってんだよ。それは、もう、中学生でもしんどい。僕のこの顔を見たらもう死にそうでしょ、だって。いや、顔がね、もう日焼けで真っ赤になってて。そう。で、なんかもう。この人何なんだろう、みたいな。でも、この時にはもう、大臣もやったりとか、地元に忙しい中帰ってきてる中での、ターミネーターみたいな感じだから。そうですか。どれだけタフなんだよ。タフですね、本当に。あ、もう大臣まで勤められてた頃ですか。そう。そうですか。負けず嫌いでしょ?いや、でも、ちょっとたまにちょっと、あ、失敗しましたとかやるでしょ?うんうん。怒るの。あ、真剣にやれっていう感じ。手を抜くなみたいな。そうお前がこんなに俺を走り回らしてるからだろうと思いながら、わかりましたみたいな。いや、これ、夏ですよね。夏で6時間のテニスっていうのはもうフルマラソンに近いんじゃないかと思うんですけど、すごいですね。次の日手プルプルしてペン持てないんだもん。そうですね。疲れで。いやー、タフですね、中川先生。めちゃくちゃタフだった。ね、大臣クラスまで、その勤めてらっしゃる政治家さんが、6時間テニスやるっていうのって、まあ聞いたことないんですけど、まあ、若かったっていうのもあるんでしょうけど、すごいなぁ。ほんと。そうです。懐かしいね。じゃあ、この時の試合結果は、負けちゃったんですか?正一先生は。どうなんでしょう?ちょっと不機嫌そう。最後に勝つまでやるんだから。あ、だってこっちもし、いいも耐え耐えでやってるから、ね。あ、そっか。そうなんですね。じゃあもう、手を抜いてることがバレない程度に、正一先生が勝つまで。手を抜くまでもこっちはもうボールを、もう目がかすってるから。このままでいったら死ぬなみたいな感じの勢いでやってるからね。10歳年下なのにね。うん、そうですか。そうなのよ。すごかったよ。へぇー。うわぁ、なんか、知らなかった、小地先生の一面が。うん、そこまで、負けず嫌いで。負けず嫌いなんだよ。うん、もう何事も真剣、スポーツも、もう本当に真剣で。真剣。真剣。なるほど、なるほど。いいお話聞けました。そうですね、りょうこさん。もうなんか、体はすごい疲れるけど、精神的にはね、ストレス発散になってたのかもしれないですね。気の合う、こう、弟とのね。真剣勝負6時間、なかなか、すごいな。でもやっぱりこの時の僕の顔見たら、ほんと死にそうだもんね、これね、うん。もうね、なんかもう。無理です、みたいな。マサルさんが、一応笑ってるんですけど、笑ってないみたいな。そうそう。
ほぼほぼなんかも何も見えてないような感じだよね、これね。いやいや、もう、疲れましたっていうのが、お顔に出てますね。ほんと、無理ですっていう顔してる、ね。もう無理です。じゃあもう、もうね、次の日が手がプルプルで顔がヒリヒリだったという、そうテニスの思い出のお写真です。はい。うわ、貴重ですね。これはどの時のお写真か。なんか、何かの会合ですかね。お隣に座られて。はい。常に、帯広地元の会合を、はい、例えば、今日は3カ所ぐらいあるかなみたいな、3カ所ぐるぐる回るときに、いろいろな業界だとか、はい。例えば、商工会議所だとか、はい、はい。常に同じところを同じタイミングで回るわけよ。なるほど、なるほど。はい。で、常に隣だっていう写真なのか。そういうことですね。何があっても、そう、常に隣なのよ。そっかうん。いやそうそう、ま、もうこうやってね、ま、大学生だった、小野寺まさる少年は、社会に出て、会社をされてたんですが。そうですね。はい、すいません。ちょっともう皆さんね、お話戻っちゃいますけど、これも今写ってる写真は、まさるさん道着になられてる頃だと思うんですが。そう、バッチつけてるもんね。はい。中川翔一先生の、なんて言っていいんですかね、地元から道着を出すと。はい、うん。そういう風な話になった時に、一体誰にしようか、誰にしようかみたいな話で、うん、マサルさんが、なんて言うんですかね、マサルさんに、矢が立つわけですが、うん、マサルさんにはもう前に出ていただいた時に、本当に選挙出るの嫌だったとか。そう。選挙活動嫌だったとか。死んじゃうからね、白羽の矢が立ったわけね。そう。そう、白羽の矢がね、立ったわけですけど、やっぱりお兄ちゃんというか、もう死から、うん、お前が出ろって言われたら、嫌ですとはやっぱ言えなかったわけですよね。というかね、うん、この顛末も、はい、うちの親父がね、はい、まあ、中川翔一先生の下にいる道議会議員だったと。そうですね、はい。で、体壊しましたと。はい。それで、うちの息子もやるつもりも全然ないと。はい。小野寺家はこのヤクザな家業から足を洗いたいと。よろしいでしょうかって聞いたら、ああ、わかりましたって、はい、うちの味の講演会は解散したと。そう。で、小野寺家では、やったーって言って、お祝い会をしたと。これでもう、スーパーに行っても何買ってるんですかみたいな。ああ、そうではなくて済むと。なるほど。そう。いや、でも、普通だったらね、マサルさん出るんだったら考えたらお父さんの、講演会解散するわけないですもんね。それはそうですよね、ないない本当に。うん、地盤、地盤ですから。出るつもりなかったのよ。ああ、本当になかったですね。本当に一切なかった。お父さんから、お父さんから一回ぐらい出るか、みたいな、打診はありましたか？だって、そんなこと言うような親父でもなかったし。ああ、そうなんですね。うん、好きなことやれと。あ、そうなんですね。でも見てたらすごい大変そうだし。そうですよ。絶対そういう会社の方が楽だし。うん。確かにね、だから全然やるつもりもなく。はい。もう、いたわけ。全く政治家になることは、まあ選挙にお手伝いすることはあっても、自分自身が政治家で立候補することは考えてなかった、マサルさん。全然ない。はい。で、お父さんの。それは中川翔一先生のところで、うん、後継者を自分たちで決めるっていうことで動いたんだけど。はいはい。誰かの名前が出てはダメ。誰かの名前は出てダメ。全然決まってないの。向こうで揉めてて。やっぱり難しいんですかね。後継者決めるっていうのは。難しかったんだね。それは翔一先生の、なんていうのかな。納得できなきゃうんと言いたくないっていう、生真面目さも出てるんですかね。そう、これ、なんか名前が出た人も、いや、そいつはダメだとかなってたんだよ、はい、と思うの。その、顛末は知らないの。距離を置いてたから。そっか。まさか自分がね、まさか自分が候補に入っているとは思わず、うん。でも、それが2月ぐらいになってね、あともう選挙まで2ヶ月まで経ったぐらいでも決まってなくて。うわ、そんなの。新聞は大騒ぎよ。いや、それそうですよ。普通は皆さん半年以上前に、はい。準備されました、ね。大丈夫なのかみたいな。はい、はい。で、2月の頭ぐらいに、うん。中川翔一ですって電話かかってきて。
で、なんですかって言ったから、ちょっと来てほしいんだって言って、はいはいはい、で、事務所に呼ばれて行ったわけよ。うんうん、そしたらちょっと地元の重鎮が何人かいて、はい、出ないのかとか言われて、何のことですか、何の話ですかと。え、何が出るとか出ないとか何の話ですかと。はい、僕全然関係ありませんとか言って、はい、必要に言ってきたんだけど断って帰ったの。あ、これは断って帰ろうって思ってたんですね。その夜にまた電話かけてきて、あら、あら、明日もう一度だけ来てくれって言うのよ。うわー、もう辛いですね。絶対も断る。まあいいよって、同じように今日も断ろう、今日、明日も断ろうと思って行ったのよ。はい、はい。行ったら、うん、自分、商売師だから、はい、取引先の社長が7人ぐらい並んでるわけよ。え、まさるさんがその経営してた会社の取引先の社長が、会社の取引先、そうそう、社長さん7人も並んでるんですか。すごいな。これ断ったら会社潰れると思って。え、7人ちゃんと呼んでたんですね、正一先生。そうそう。うん、すごいな、それは。これはどうしたらいいんだ、と思って、はい。で、その社長さんたち皆さん、誰さん出てくださいよと。そうそう。うわ、もう。出てくださいじゃないよ。出なさいと。いいんじゃないのか、小野寺君みたいな感じよ。もう、脳が言えない状態です。で、これどうしたらいいんだろうと思って。そう、じいさん、今。頭の中でそろばんを弾くわけよ。ね、いや、そりゃそうですよ。うん。会社大事ですよ、本当に。雇ってますしね。2ヶ月しかないから。うん。絶対落ちると。あ、なるほど。これ落選するぞと。なるほど。それ、ここでオンを打っとけば、うんうん、こっちが上に行けると。ちょっと待ってください。頼みを受けてあげたのに、落ちましたよと。どうしてくれるんですかと。ついては、もっと商売上いろいろ優遇してくださいみたいなね。取引先の方々にね。なるほど。僕はね、皆さんのために、一肌脱ぎましたよと。はい。これが僕のシナリオだったわけよ。なるほど、なるほど。いや、その気持ちもわかります。うんうん。だって、断れないし。断れないですから。こうなったら、本当にそれを高くつきますね、うん、みたいな。貸しを作ってやろう、みたいにね。そうそうそう。はいはい。もう売る、まさにそう。なるほど、なるほど。もう高く売るね。ね、いやもうだって、経営者ですからね。もうやっぱ自分の。そうだよ。会社が大事ですしね。で、また落ちちゃったら、ね、今度また社長に戻って仕事やらなきゃいけないですから。なるほど。中さんも、その。そしたら受かっちゃったわけよ。その、いや、ま、でも、みんな、びっくりされたんですか ?2 ヶ月で受かっちゃって。びっくりするぞ、そんなものを。あらで、みたいな。本当に。その時にね、定員4人、定員4人で、はい、7人出たのかな、はい、もう、戦後一番の乱立みたいな感じで。結構な倍率ですね。うん。結構な倍率で。半分落ちるわけですね。転職4人いるしさ。はい。あら。転職3人いて、はい、1人辞めて、はい、あともう、有名どころがわーっと来てるわけよ。わー、じゃあもう、イストリーゲームですね。一つの席をめぐって。そうそう。ね、やっぱ転職さんはやっぱ強いですしね。うん。うん、わー、厳しい。でもその選挙でもいろいろやらかしたんだよ。やらかしたんですか。やらかした。本当にやらかした。いろいろ。一曲歌うわけにはいかなかったんですね、自分の選挙。今度自分の選挙ってなるとね。ねえ。なんていうのかな、もうやらかしちゃう、なんていうのかな、なんかね、うんうん、体質なのかな。例えば、選挙カーに乗っててね、はい、また走ってたら、はい、すっごい人がいっぱい集まってるわけよ。うん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 、で、こっち見てるから、はい、集まってくれたんだ、この会社って。僕の知り合いの会社だったの?あ、なるほど。はい。やっぱでかい会社だったんだけど。はい。あ、これは集めてくれたんだ、俺の友達がと思って、うんうんうん、そこにぐわーって選挙カーで入ってって、はい。集まってる人でこうやって握手してったの。ありがとうございます。ありがとうございます。その一人が、はい。これ、小野寺さんの会じゃないですよっていうのを。と思ったら、その僕の知り合いの会社の組合の集まりだったわけよ。あ、そうだったんですね。つまりもう完全に無効陣営だったんだよね。組合ですからね、はい。組合だから完全に民主党系の人たちの集会で、なるほど、はい、で、民主党の選挙官を待ってるところを間違って入ってって、全員スタートしちゃったの。全員タクシーしちゃって、あ、最後に、あ、
違ったんですねと。で、皆さんすいませんと。はい。ただ、僕でもいいっていう方は、みたいな喋ってる時に、向こうの陣営の車みたいな。来ますよね。来ますよね。あれ、自民党の車があるみたいになりますよね。おい、あいつ喋ってるぞ、あそこで、みたいな。どういうことだそう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 。自民党の車と民主党の車が並んで。いや、でも、そこでですね、もう僕はやっぱり、これはなんかこの人柄に惚れたと、小野寺さんに入れようと思ったらね、組合員さんもいてくれたんじゃないかなと。あ、ね、中にいたの。ね、頑張ってくださいとか、はい、子供が同級生だ、同じ同級生なんですよとか言われたり。ああ、そうですか、はい。だから組合でも応援してくれた人がいて。だって組合員さんはね、最後に、その選挙カーで去るときにね、はい、相手候補の顔見たんだけど、もう呆然と俺を見てるの。何しきに来たんだみたいな感じで。でも、何選挙終わってからその人も当選して話したんだけど。あ、その人も当選したんですね。よかったです。小野寺くんが怖かったっていうのよ。もう、なんかこう、天然もね、なんかこう、天然のようなふりをしたわざとじゃないかみたいな。作詞じゃないかみたいにね。いっぱいあるわ、選挙でやらかしちゃったこと。そうですか。まあでも、テンポイントさんが志村健さんのコントみたいなって書いてますけど。いやいや、ほんとほんと。いやー、でも、組合員さんってそんなに、またあの人はそんなにイデオロギーないですから、ね、組合からこう民主党に入れてねって言われたら、そういうもんかな、みたいに思ってたのが、ね、実際にマサルさんのもう食ったくない笑顔で、ありがとうございますみたいに言われたら、そうそう。この人の方が人が良さそう、みたいに。皆さんお集まりいただいてたもん、組合の前で。なるほど、なるほど。でもそれ、すごい面白い話ですよね。運転手さんも分かってなかったんですね、その選挙カーの。行こうか、行こう行こう、みたいな感じで。そうそう。あと、例えばね。はい。拉致被害者のね、はい、署名集めてる場所で、はい、自衛隊前の第一スーパーっていうところがあって、うんうん、そこで何回か署名活動もしたことある場所なんだけど、はい。ありがとうございます。そこでも、立って演説をしてたのよ。はい。そしたらもうね、うん、第一スーパーから出てくる人、出てくる人、うんうん、手を振ったり、握手しに来たり、あら。俺すっごい、これとんでもない、俺人気だぞと。うん、売れてるぞと。思ったの。なんかもう第一が全員俺の仲間みたいな感じになって。はい、はい、大人気者。どうしたのかなと思ったら、うんうん、店長と副店長がバーって走ってきて、はい。俺らさんの使ってるワイヤレスの周波数が、はい。うちの店舗のと全く同じなので、今全部店内に小野寺さんの声なんですみたいな俺の演説が全部第一スーパーの中で鳴り響いてたわけよ日本はこれでいいですかみたいなじゃあもう奥様方がお買い物しながらこう奥様方がそれを聞いて共鳴してくれ て, てなるほどこう出てきてこう握手してくれるみたいなねそれもあったねなるほどお買い物しながらこう耳はね優劣を聞いてくださってて、うんいいこと言うじゃないかと、買い物が終わった後に握手をされに来られる。あ、いいですね。でも、それももう狙ってやれることじゃないですから。そうそう、でも向こうはね、ねなんかね、11時のセールみたいなので、はいはい、何々の特売ですみたいなのを流そうとしていたタイミングで、はい、全部俺の声を。日本はこのままでいいんですかみたいな。スーパージャックよ、まさに。いや、そういう事故もあるんですね。周波数がね、一緒で、なるほど。ともこさん、また今度その作戦やりましょうって書いてますけど、これはね、やろうと思ってもやれないから、なかなか、すごいですね。いやじゃあもう、その時は、もう、店長さんとかが出てこられて聞いて、流れてたんですかみたいになって。そうそうそう。そう、うん、それで周波数をガチャガチャって変えて。変えてね。なるほど。そうそう。いや、でも。いろいろあったわ。よかったですね。うん。うん、ね、別に、スーパーにそんなにご迷惑かけてないと思うんで。はい。そうそうそう。はい。
いい宣伝ですよね、本当に。本当にいい宣伝。こう、やっぱりお買い物してる人たち、耳はね、聞こえてますからね。うん。うん、今日はあれ、何しようかなと思いながら、まさるさんのね、演説ちょっとこう、聞き惚れてたんでしょうね。あ、今は電波補正できなくなったんだ。そうなんですね。変わったんだ。あ、そうなんですね。そうなんだ。そうなんだ。じゃあ、あの作戦はもう使えないんだな。いやいや、使ったわけじゃないから。いやー、そんなことも、いや、面白いですね、選挙って。いろいろあるんですね、やっぱり。そう、いろいろある。やっぱり選挙が近づくと、そういうことをやらかしちゃうこととかあるよね。やっぱり何かの神様がついてるんですよね。笑いの神様というかね。何かがあるね。ねえ、面白い神様とかついてるんですかね。でも結果、まあ、結果的には良かったですよね。え、良かったのかな。だって、そこでつまんないこと言ってたら、さすがに、何この人って思って握手もしてくれないでしょうから、やっぱり心に響く言葉が出てたんだと思いますよ、やっぱり。まあね、でも、なんて言うんだろう、自分が買い物する立場だったら、おい、なんだこれってなるよね。もう店長さんが、どうなってんだってなったでしょ。そうそうそう。もう、どこでこの声がしてるんだみたいになったでしょうね。そう。そういう、面白いですね、スーパーのね。まあ、そういう選挙を、まあ、くぐり抜けてね。はい。まあ、とりあえず当選をしたと。はい。で、当選してから、まあ、今までも個人的な付き合いはあったまでも、今度政治家として付き合わなきゃいけなくなって。そうですよね。ちなみに。それから全然違うわけよ。え、マサルさん、まあ、一応ね、でも、落ちる気で出たわけじゃないですか。でも、まあ。落ちて、恩を売りたかったわけよ。ね、でも、まあ、当選しちゃったら、今度二足のわらじを吐いたんですか？それかも。二足のわらじは履かない。経営はもう別の方に。別に任せて。あ、やっぱりそうなりますよね。だって、なんていうの、自分の会社も、役所から仕事もらってたし。うん、ああ、そっかそっか。やってたらもう絶対嫌だから。ああ、そうですね。公的なお仕事はできなくなりますよね。なるほど、なるほど。追及もできないし。本当ですよね。だからそれをバンって切って、まあ、政治家になったんだけど、その時、正一さんがね、はい、バーンって変わって、今度は政治家の小野寺として付き合うと。あら。最初ね、ペーペーでしょ、もうなんていうの、まあ、30代で同期会議になっちゃって。だから、まさるさんも結局、正一先生と同じ30歳で政治家っていう。30代ね、30代。あ、30代か。なんでも。30代で同期会議になったんだけど、なんていうのかな、地元の重鎮がうわーっている中で、はい。同期会議員だからその人たちの神座に座らなきゃいけないみたいな状況がすぐ生まれるわけよ。なんかちょっとしんどいですね。しんどいでしょ？年上の方を差し置いてみたいな感じですよね。そうそう。しんどいのよ。若造がみたいな。それで例えば何？その個人演説会だって、はい、場を盛り上げるためにね、歌を歌ってた AD みたいなもんだよ。それがいきなり同期会議員になって、その人たちの上に座るみたいなことで、うわ嫌だったの。ちょっとね、だから最初の頃は、気遅れしますよね、やっぱり。いいですからとかやってたのよ。うん。そしたら消費者に怒られて、その、お前は同期会議員なんかここに座れみたいな、一括されて、はい。それから、もう同期会議員ってこういう感じなんだ、みたいなことで、ね、政治家を学んでいくわけよ。ちゃんと、北海道民から付託を受けてね、たくさんの票があって、あなたが送り出されてるんだから、その人たちの、ね、期待とか、そういう頑張ってもらいたいっていう気持ちを大事にするってことは、まあ、堂々としときなさいと。そう、その人たちをもう、はい、何、がっかりさせるなとか。がっかりさせるなと。なるほど、なるほど。例えば、2万人の人がお前に投票したんだから、お前は毅然とした対応をして、しっかりと仕事すべきなんだ、みたいなことなんだよね。本当、その通りですよね。まあ、正一先生おっしゃる通り。でも、なんか、若いから、こう、なんかこう、偉そうにしたくないみたいな気持ちもね、わかるんですよね。わかるでしょ？わかります。偉そうとは違うので、そっかそっか。まあそこには座ると。はい。謙虚な気持ちでみたいな。謙虚な気持ちでね。はい。なるほど、なるほど。いう感じで、そっからもう、正一さんとは、今までは弟、お兄さんみたいな感じが、して、みたいな感じにそこで変わって。なるほど。
それでいろいろ勉強してさせてもらったんだよね。あのそういう立場が、まさみさんが政治家になってからは、政治の話をこう二人の時でもこうポロポロとされることって増えましたか？正直先生から。めちゃくちゃ増えた。あ、そうなんですね。じゃあ正直先生はこれは言っとかなきゃ、あれは言っとかなきゃって思われてたんでしょうね。うん、なるほどなるほど。思ってたね。伝えとかなきゃってのね。ええーうん、そうなんですね。うん、やっぱり思いがね、ちゃんとこう共有してもらいたいと、でしっかりこれは覚えておいてもらいたいというのがあったんでしょうね。だから普通の人は聞けないような話もたくさんしてくれて、例えば自民党の中には仲間もいるけど、はい、売国奴だってたくさんいるんだぞと。本当に。そいつらは選挙に強いと。それは裏ではあっち側と手つながっていて、うん、表向きは保守だから、なるほど、両方から票が入るんだと。うんうんうん、で例えばあの人権擁護法案みたいな、そのまあ童話の人たちの、まあ、本当に極左の方の人たちが、まあ、推し進めている法案の話があった時に、うんうんうん、自分は反対したと、うん。これは人権擁護法案みたいな名前で、ちょっとでも差別をしたみたいな話のレッテルを貼られると、いきなり家宅捜索に入ってこれるような権限を持ってるんだと、法律では。そんなことやったらすぐ一番最初に俺が家宅捜索受けるに決まってるし、政治的にもすぐ抹殺されると。で、こんな法案を通したらダメだっていうふうに、まあ自分は、まあそのいろいろな会合で言っていたんだけれども、うん、そうだそうだって全員が自民党で言ってると思ったら、後ろふって振り向いたら、俺のことを指してる奴がいっぱいいたと。で、結局は向こうと繋がってる奴が実は自民党にいっぱいいて、まあそれは本当に大変なもんだから、で、そういう奴らっていうのは、本当に魂を売ってるか、向こうのスパイが入ってきてるか、いろいろなやつがいるんだけど、根本的に同じなのは、政治家で何をやりたいっていうことよりも、選挙で勝つことを一番の目標にしてると。選挙で勝つことを目標にしてる政治家ってはクソなんだと。選挙で勝つっていうことは魂も売るし、自分はこうしたいという信念もなければ、ただ観光総裁に回って、みんなにそのごまをすりながら、受かるっていうことだけの政治家にはお前は絶対なるなってずっと言われて、まあいろいろね、ああそういうもんなのかと思ったんだけど、他の同期会議員の師匠とかを見てるとね、そんなこと言ってないから、そうですね、まあ、そういう同期会議員もいっぱいいて、ああ自分の師匠は違うんだなと思いながら、同期会議もやってましたわ。私、政治家さんが、どうしても自分にはこれをやりたいものがあるから、やりたいね、こう、みんなのためにこれがやりたい、これを果たしたいっていう、動機というかな、仕事への意欲があるから、それのためには受からないとできないから、選挙に勝ちたいって言うと、その通りですよねって思うんですよ、やっぱり。勝たないとできないですもんねって。だから、勝つことが第一の目標になっちゃいかんっていう、正知先生の言われてることは、本当に、なんか、その通りなんですけど、なんか、それをしてない人が、良くないとまでも言い切れないところがあるんですけど、どうですか？なんかね、やっぱずれるんですかね。地元でも、なんていうのかな、選挙に勝つことが目標じゃないんだと。私はその選挙に勝った後に何をするのかが目標なんだみたいなスピーチをした時も、地元では偉そうなこと言うなと。勝つのがまず第一なのに、何偉そうなこと言ってんだ、もう勝つつもりなのかみたいな、結構バッシングされたこともあったのよ。ああ、なるほど。そういうふうにも取ろうと思う。その思いを知ってるから、まあ、進化させるために動くんだけど、やっぱり分かってくれない人はいる。いるけど、選挙に受からないと政治家になってその仕事ができないのは間違いないけど、やっ
ぱり選挙に勝つことだけまず第一義的な、もう一番大切な目標にしちゃうと、やっぱりその先に実はこういう不正を正したいだとか、うんうん、こういう問題があるので、うん、敵が作っても行くぞみたいな、うん、それが絶対できなくなっちゃうのよ。だって敵だってもう分かってるから、先に手打ってくるから。今ちょっと前に山猫ちゃんがね書いてた、売国度は選挙に強い、売国度っていうか、まあ確かにね、左にも右にもいい顔したり、自分の違うな、これはいけないなって思うものをやってることにも口は出さないだったり、だんまりだったり、みんなにいい顔してたら、うん、それは選挙強くなりますよね。そうそう、うん、観光総裁回ってね、うん、ね。で、例えば本当に嫌われて質問はしないと、うん、例えばアイヌの質問もしなければ何の質問もしないみたいなことだったら、もうそれは強いと思う、政治家として。確かに、うん、攻撃してくる勢力もなくなりますし、うん、あいつが目障りだなと思われる勢力もなくなりますから、うん、まあ、保身にはもう一番大事なのが、人を攻撃しないと、うん、問題を追求しないと、だんだん結局政治家さんの仕事はできなくなるわけですね。そうそう。そっか。だからまあその師匠の教えをね、うんうんうん、忠実に守って攻撃おかしいところは常にしていたっていうのもあったのよ、うんうんうん、同じ自民党から辞めた方がいいって言われても、自分がやらなきゃいけないと思ったらね、 そこは初心貫徹で貫くと、うん、で特に自分の考えが完全に固まったのは、はい、まあ、正一さんがお亡くなりになった後なんだけど、うんうんうん、正一さんが亡くなる寸前、ずっと自分の身の振り方をね、はい、いろいろ話してる中で、はい、自分は自民党を辞めるって言ったのよ。自分は自民党を辞めますと。で、来年自民党じゃない新しい、その、保守のグループを作って、そこから自分は参議院議員に全国区から出ようと思ってるって話だったのよ。これね、すごい話ですよ。これどこまで、ね、その、正一先生の方、そういう本音を聞いた人って当時いたのか、わからないですけど。ほとんど3人ぐらい。ああね、いや、ほとんどの人聞いてないでしょうね。また、代議士、まあ、衆議院議員を8期務めて、解散のない参議院議員の方に出ると、今度は。そう。うん。6年間仕事ができるようにってことですよね。そういうこと。そういうふうに考えられてたんですね。だからそういうことって、まあ3人ほどの人しか知らなかったことだそうです。うん。はい。うん。うん。それでまあ、自民党をね、辞める理由も、自民党が公明党と手を結んでいるから今おかしいことになっている部分もあると。で、本当の保守も自民党の中にいるんだけど、保守じゃない奴もいると。で、これをちゃんとしっかりとした保守政党にするっていうためには、うん、自分は公明党と変わる、まあ、保守の政党を作って、そこと自民党が連携するようになれば、うん、まあ、本当の自民党の中にいる変な奴らもふるいにかけられて外に出ていくだろうと、いうようなことまで考えていたんだよね。それだけ自民党の保守を愛してたんだと思いますけどね。そうなの。自民党のこと本当に好きで、うん、自民党の保守も好きで、ね。はい。自民党の保守を潰すわけにいかないから。自民党から出てって思ったんだよね。本気で、なんとかその自民党の保守の人たちを生かしたいと。そう。潰したくないと。自民党が汚れていって、その中で保守の意見が潰されていくのも、たくさんご覧になってたんでしょうし、うん、うん、やっぱり憲法改正のね、当然も分かっていながら、自民党にいながらそういうこととは反する行動をする議員さんもいますしね。いるいる。うん、そっか。まあ、もう中川先生、うん、本当に言葉はすいません、私みたいなものが、でも愚直というか。すごく真面目で、なんか、そうそう、なんかあれですね、うん、嘘がつけないんだな、うん、うん、
からなんだろう、その当時の政治家には珍しく核の議論をもっとすべきだとか、そうです、そうです。中国はけしからんだとか、はい、韓国は信用ならんだとか、うん、アメリカだっておかしいこと言ってくるぞだとか、本当に日本人としてどうあるべきなのかということをしっかり考えて、まあ情報発信もしたりして、その立ち位置は絶対ぶれなかった。ぶれない。本当にぶれるんですよ。どうしても主に染まればじゃないけど、周りからの説得だったり、ね、自分の事務所の事務員さんとか、こう、家族とか、あと、支持者とか、守るためには、どうしても、発言が変わっていったり、ちょっとね、演説していきますけど、正一先生は本当にぶれなかったんですよね。で、まあ今の話でね、実は最後の選挙の時に、はい、正一先生と大喧嘩してんのよ、これ。マサルさんが人と喧嘩するってね、あんまりね、しかもすごく仲のいい、うん、もう何十年も付き合ってきた親友のような、指定愛の、そんな喧嘩なんてするんですね。それがね、最後の選挙の時にね、はい。まあ世論調査とかいろいろな、その選挙どういう情勢かって調べて、もう中ぐらいでもう今回の選挙はかなり負けるぞっていうデータが出てきていたの。ああ、そうでしたね。それはもう老会見だとかなんだとかいろいろね、いや、その影響を受けて、はい。で、その負けるっていう状況の中で、正一さんから公明党の推薦を俺は断りたいんだって言ってきたの。すごいな。で、僕としてはね、その時は、僕は公明党は嫌いですと。嫌いだけれども、今公明党の推薦を断ったら、大差で負けちゃうでしょうと。大差で負けたら次の選挙に影響するから、僕は反対ですと。それでも絶対に公明党の推薦はやっぱり僕は受けたくないとか言って、大喧嘩よ。こっちは勝とうと思ってやってんのなんだみたいな。で、向こう向こうの考えもあったのは後からだからね、その公明党とは自民党は手を切って、で、自分は保守政党な、みたいな考えも持っているところまではまだ考えが及んでないから、正一さんの考えが分かってなかったから、だから何人を負ける選挙でさらに公明党も切るとは何事だ、こんだけ頑張ってるのにっていうこっちの気持ちがあって、最後はこっちの意見を通しちゃったの。絶対ダメだと。ああ。でも公明党今来たらとんでもない惨敗だと。だからもう二度と立ち上がれなくなるからダメだって言って、結局は公明党の推薦は受けたんだけど、はい、終わって、まあそういう話を聞きながら、さらに亡くなった後に、はい、あの時、正一さんのその信念を通させてあげた方が良かったなっていう後悔は今でもずっとある。まさるさん、あのね、ごめんなさい、できそうになるけど、正一先生がそれほどまでこう公明党の支援を受けたくないって思われた、理由があるんですよね。ある。それはまあ、マサルさんが今ここで言えなくてもいいんですけど。いや、言えるよ。いや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 。でも、公明党のここがどうしてももう自分としてはこう受け入れられないっていうものが、正一先生にあって。憲法改正。はい。それは、その、安倍さんと全く同じなの。憲法改正する上で、はい、常に妨害してくるって。そうですね。ただ自民党の党勢っていうか、作った最初の思いは、自分たちの憲法を作らないと、本当の国にならないと。今の憲法おかしいだろうと。その議論すらも連立をしていることで、全然進まないし、こんなことやってたら本当に自民党は終わってしまうっていうことで、その自分たちの憲法を、まあ、持つっていう意味において、まあ自分が新しい保守の政党を作ってって思いがあったので、だからそこは安倍さんも同じ考えだったと思うの、根本的には。はい。はい、ただ、同じだとしても多くの選挙区でね、はい、公明党の力がないと勝てない議員ばっかりだから、まあ自分たちはね、そんなことは言えないので、本当に自分がじゃあ
その公明党に代わるような保守の核を作って、今度そっちと組めば選挙に勝てるよっていう枠組みにしたら、自動的に公明党とも手を切れる議員がいっぱい出てくるでしょうという考えだったと思うんだよね。そうでしょうね。いやでも、うん、そうなったらそうなったで、与党っていう、なんていうんですかね、影響力を失うわけですから、そういう連立解消に動く人に対してはものすごく圧力をかけてきたでしょうし、でも周知先生がその当時ここが問題ですよ、ここは危ないですよって言われたことってやっぱり今も全然変わってないですね、マサルさん。だからその周知先生がその見通されてたというか、将来こうなるぞって言われたままに日本は来てますから、うん、うん。そうなの。だから、翔一さんからは、政治家としてどうあるべきかっていうのも教えてもらったと同時に、自分が何を考えているのかっていうのは、まあ、その場面場面でいろいろ聞くことがあって、さらに本を書いていた本は、すべて僕にくれて、しかも名前を入れてね。はい。それは道義とか書いて、もういちいち僕に全部くれるのよ。全部読まなきゃいけないでしょ。はい、で全部読んで、あ、こういうこと考えてるんだっていう気づきもあったりして、うんうん、なので自分の考えてることは全部その僕にねインプットしたかったっていうのは本当に感じてた。そうですね、そうですね、うん、そうなんだよね。でその中でやっぱり翔一さんっていうのはすごい、その旗から見てたらね、強い政治家だろうなとみんな思ってると思うんだけど、これなんかすごい弱い政治家だけどね、これ。この猿みたいな帽子かぶってるけど、それは思ってる。ごめんなさい。強いね、政治家だろうなってみんな思ってると思うんだけど、全然強い政治家ではなくて、まあその信念曲げないだとかね、政策的にすごい明るいだとか、まあ保守としてしっかりその、立ち振る舞うっていうのは素晴らしかったんだけど、ただ例えば選挙に関して言えば、絶対勝てる選挙なのに、夜中に、今回の選挙大丈夫だろうかだとか、あと、昨日のスピーチはどうだっただとか、本当に夜中だとか明け方に電話がかかってくるので、あ、これ心配で寝れないんだな、みたいな感じのところもあったので、まあ、そういう意味では皆さんと全然その、思い描いてるね、政治家像は違うと思うんだけど、そんな翔一さんも、まあ、政治家として一回だけしか泣いたことを見たことがないのよ。一回だけ。すごいバッシングを浴びていたり、いろいろな大変な局面っていうのをずっと近くから見てたけど、一度だけ泣いた姿を見たことがあって。マサルさんが一度だけ初めて。うん。もう最初で最後ですね。うん。そうなの。はい、それを見たとき、が本当最後だったんだけど、はい、それは拉致被害者の方たちと一緒にいる時だったの。あ、それで会食してたのよ。でもまあ隣行ってもなかったけど、ちょっと近くのな 3,4 人入れて、翔一さんだったかな、拉致被害者の方いたので、でまあずっと話してたの、まあ昔からずっと知ってるような仲間だから和気あいあいと話してたんだけど、はい、急にその、拉致被害者の方がね、いろいろ話してる中で、黙りこくっちゃったのよ。それで、急に、いや、全然、その、まあ、拉致被害者がね、何人か帰ってきた時から、はい、全く、その、状況は進展してないと。だから、本当に政治家として申し訳ないし、その僕はいろいろそのね、そのいう会議をね、自分でもやっていて、いろいろやってきたけど、これ解決しないのは、まあ、自分の力不足なんですって言って、頭下げて、で、目から涙流してんのよ。本当にごめんなさいって言って。でもこれ、翔一さんだけの責任じゃなくて、本当に頑張ってるのをずっと見てたんだけど、やっぱり国として、自分が政治家として、本当に。うん、それが本当に、選挙に落ちた時も泣かなかったのに、だから本当に悔しかったんだろうなと思うし、本当に、まあ、拉致被害者の方たちと寄り添ってね、
一日でも早く返したいと思ったんだろうなっていうのは本当に思った。政治家さんでバッチつけてないとやっぱりこうできないお仕事だから選挙も勝たなきゃいけないけど、うん、なんか承知先生のようにブレずにね信念を曲げずにいくと、うん、そうやってやっぱり選挙も心配もねやっぱり出てくるだろうし、うん、まあまあまあ8期連続して、代議士当選されてたんですが、それでもやっぱりこう自分に敵ができたりとか、それも政財界とかでね、やっぱ自分の発言、自分の党の中にも、意見を反対する人もいたりとかって、やっぱりこう、ぶれずに、本当に弱い人を守るためになったはずの政治家で、弱い方じゃなく強い方になびいていく人たちをたくさん見ながら、俺はああはなりたくないと、うん、で、本当に弱い人たちを助けてあげたいって、そういうことができる国にならなきゃっていう、その思いが、どれほど深かったかっていうのが、マサルさんのエピソード聞いてたら、ひしひしと伝わってきて、そういう方々が、もし国会議員たくさんいらっしゃったら、ごめんなさい、もうほんまに、承知先生のような方々がたくさんいらっしゃったら、国変わってたんだろうなと、思うんですよね。うん。で、それは別に政治家さんのせいだけにするんじゃなくて、そういう人を支えていかなきゃ、そういうとこ見抜いて、国民もしっかり見抜いて、うん、っていうのを今日強く思いました。うん。だって国民が北朝鮮に奪われて、本当に申し訳ないって、謝ったり泣いたり心から詫びたりってされてる方ってそんなにはいらっしゃらないじゃないですか。でも本当は国会議員のバッジをつけてる方は皆さん私はそういう思いではいてほしいって思うんですよね。ねえ、ともこさん、本当にそうじゃなきゃダメだよね。ねえ、本当に、本当にそうじゃなきゃ。で、そういう人を送らなきゃいけないし、そういう人をもっと国民は大事にしなきゃいけないし、何かこう、なんていうのかな、まあ、承知先生にもあったんですけど、ああいうメディアからの不当なバッシングとか、情報操作があった時にもっと何をするんだっていうふうに守れなきゃいけなかったなっていうのも悔しいなと思います。でもやっぱりこの問題っていうのは、はい、まあ政治家が動かないと、そうですね、その解決に向かわないっていう側面も必ずあるので、うん、あります、ね、なんで庄司さんの話したかっていうと、はい、まあこれを聞いてるね、方たちも地元には代議士がいると、はい、でこの代議士はもしかすると、拉致被害者のことをやってるかもしれないし、うんうん、もしかしたらやってない方もいるかもしれないけれども、はいはい、やっぱり支援者も、その拉致被害の解決をしようって運動すると同時に、そこにいる代議士にもやっぱり、ちゃんと、その拉致問題やってくださいって声をかけて、政治家の考え方を変えていくっていうのも、まあ重要なのかなっていう思いで、まあ、僕の師匠はこういう代議士でしたよと。ただ、こういう代議士は今いないと思ってるかもしれませんけれども、うんうん、地域でもっと拉致被害のことやってくださいって声はかけられるので、はい、そしたらその代議士だってやるかもしれないし、やっぱりこれは大切だなと思うかもしれないので、そういうその活動っていうのも大切なんじゃないのかな、国会議員に対して、ね、うん、まあ、我々は有権者だから言えますよねっていう意味で、ちょっと話させてもらったんですよね。うんうん、本当にそうだと思います。統一地方選も始まりますし、もちろん国会議員の方が、国のね、まあ、祭りごとやるんですけど、地方議員の方も、もちろん、地方自治体で、いろいろね、拉致問題の啓発活動だったり、市議会で意見書出すだったり、ありますからやれることが。だから、選挙のたびに私たちがやっぱりこう、政治家さんにお願いを、これをやってくださいっていうお願いを真剣にやっていかないとダメだなと、うん、今日お話聞いて、またなんか改めて、もう本当に改めて、これが大事なんだなっていうのを再認識させていただきました。ねえ、渡るさんありがとうございます。ね、はい。はい。渡るさんありがとうございました。お疲れ様でした。はい。はい、
それでは、はい、失礼します。皆さん、鼻水が出ました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ちょっともすいません。はい、失礼いたします。ありがとうございます。はい。あマサルさん、ありがとうございました。なんか、切ないですよね、本当に。うん。なんか、こう、どういうのかな。正直者だったり、が損する世の中になったり、弱い者がただ、痛みつけられる世の中になったりっていう、その正義が失われていくことって、私たちは必死に抵抗しなきゃいけないと思うんですけど、あ、そっか、マサルさんに聞けばよかった。もうそのロシアへの侵攻、あ、ロシアへの侵攻じゃない、ロシアからのね、侵攻をウクライナが受けて、2月24日が過ぎてもう1年が過ぎるという、こうやって自分のね、隣の国が侵略侵攻しているのが続いていながら、日本人ってどうなんだろう、どれほど目覚めたんだろう、目覚めたというか、こう気がついたというか、ねえ、こうなんかこう掲げてね、綺麗事を掲げて、平和憲法は大切だみたいなことを言ってたんでも、国は守れないんだって、やっぱり相手がね、侵略する気にはならないっていう強い、自衛力っていうのを持ってるからこそ国は守れるし、子供たちも一番ね、被害を受けるのは子供たちですから、子供たちも被害を受けずに育つのかっていうね、あ、はい、ありがとうございます。なんかね、切ないですよね。なんか、今日ね、皆さんニュースご覧になったと思うんですが、家族会の方々がですね、また新たなね、声明を出されました。夜の7時半ぐらいだったと思うんですね、ニュース。見ますね。拉致被害者家族会が、キム・ジョンウン総書記宛てに、これ初めてなんですけど、人道支援を含めたメッセージを発表しました。で、内容はですね、親世代が存命のうちに、全員の帰国が実現するなら、政府が北朝鮮に人道支援を行うことに反対しないということを明記されたそうです。私としては、家族会の方が決められた、声明に対して、いいとも悪いとも、言わない立場ではいますけど、こういう言葉を出さざるを得なかった辛さっていうのも、もう、よほど切羽詰まってるから、ここまでおっしゃったんだろうなとも思いますし、で、その切羽詰まってる思いが、こういうふうに、こう、こちらが譲歩することによってね、示そうとしてる家族会の方々のその気持ちが、キム・ジョンウンに伝わるのかどうかっていうのとはまた別問題だと思うんですよね。もちろん伝わってほしいと思うんですけどね。伝わるような相手が、あれほどこう、ずっと日本にミサイル実験と言いながらこう、バカすかね、撃ってきて、この間はね、排他的経済水域の内側に、まあ中に撃ってきましたから、その北朝鮮に対してどれほどこの家族の思いが、響くのかなっていうのは、もちろん響いてほしいなと思いながらも、どうだろうなっていう気持ちには、なりました。で、東京の方にね、ご家族の方々だったり、まあ、西岡先生だったり、全国の救う会から、北から南から、集まっ
寝る方々は皆さん集まられたそうです。はい。でね、びっくりしたのがもうね、94歳も、なってね、本当にご高齢ですよね。もう、多分、東京行かれるの本当に体力的にもきつかったんじゃないかなと思うんですけど、有本恵子さんのお父さんの秋広さんも、94歳ですよ、本当に。ね、大変だと思うんです。足も痛いでしょうしね、体中、痛いところもいっぱいあるでしょうし、体力もね、もう随分衰えていらっしゃると思うんですけど、東京の方に、こうやって、来られたようです。ね、やっぱこう自分の命が続く限りも、最後の最後の灯火が、消えるまで、やっぱり娘さんを取り戻すために自分が戦い抜くという父親のね、この強い、娘のね、もう本当にこう、なんていうのかな、お父ちゃんの愛をね、もうひしひしと感じたんですよね。で、その、このですね、まあ、東京の方に全国協議会、救う会全国協議会っていうのに参加された方からちょっと、お聞きしたことで、なんですが、キム・ジョンウンにね、まあ、こう、なんていうのかな、どれほどこう、自分たちの自国民の餓死にしている国民のことさえも、気にもしてないような、国のリーダーが、日本って、まあね、向こうは敵国としてますから、敵国から連れてきた日本人に対して、日本人拉致被害者に対して、マスター、その、日本で待ってる日本人拉致被害者家族に対して、どれほどこう、なんていうのかな、気持ちを考えてくれるようなことがあるんだろうかっていうのは、ちょっと私は疑問なんですが、まあ、北朝鮮食料も、不足して、医療も、ね、医療技術もないですし、エネルギーも足りませんし、まあ、国内自体がもう不安定な国ですから、そういう国に、まあ、日本がこういうふうに援助しますよって。だから、帰ってきた家族からどんなことがあったかっていうのも聞きませんよ。それを聞かないし、人道的な援助はしますよ、日本が。だから、後々国交正常化もしますよ。だから、拉致被害者を返してくださいっていう、このやり方が、どれほど北朝鮮に通じるかは、私はね、もうなんかこう、伝わってもらえるものなら伝わってほしいけど、伝わるはずだとまでは、やっぱりちょっと、どうしても、思えない。でも、そこまで切羽詰まってるご家族のことを思うと、そういうことも、やってみようって、何でもやってみよう。家族を取り戻すためなら何でもやってみようっていう思いで出されたんだなと思うと、私だって自分の家族が拉致されたら、本当に何でもやってみようと思うから、そういうこともね、こう、いろいろ考えていました。ねえ、難しいですね、本当に。北朝鮮は、24日、1年過ぎてね、ロシアの侵攻に対しての国連での決議に反対をしてますね。中国は棄権しました。で、国連総会ですね。緊急特別会合で、ロシアのウクライナ侵略を非難する決議案が圧倒的多数で可決したんですが、北朝鮮はそれに反対をしています。反対したのは、ロシア。まあ、ロシアはね、反対するでしょうけど、ベラルーシ、北朝鮮、ニカラグア、シリアと、はい、なってます。まあ、ロシアに頼んでね、シリアのアサド政権は自国民の反対不正を、銃撃というか、爆撃してるぐらいですから、はい。で、あと、弾薬提供をね、北朝鮮はやってるんじゃないか。あと、
まあ、独裁国家のニカラグアも、そういう武器の提供、まあ、弾薬だったりね、武器の提供をロシアにしてるんじゃないかなと言われてますね。だからまあこの辺が仲間なわけですよね。まあ、そういうロシアに対しても、非難決議の反対をするような北朝鮮がご家族の思いをどれほど汲み取ったかなというのは、難しいんじゃないかなという思いでいます。はい、今月さんがね書いてたように、このツイキャスでもね何度も、お話しさせていただいてます、須本総一さん、漫画家のね須本総一さん の、 あのクラウドファンディングですね、一応1200万円というゴールが達成いたしました。りょうこさんありがとうございました。チャンネルさくら北海道の番組が本当に素晴らしくて、門馬さんがね、最初のこのオープニングの、なんて言ったらいいんですかね、自然界、三陽さんのこう、なんていうの、イメージビデオというんですかね、そこがもう本当にかっこいいし、で、漫画好きな涼子さんが、須本さんにね、漫画っていうものの、絵に対する思いだったり、こう、セリフだったり、背景だったりの書き、ね、どんな思いで書かれてますかだったり、どういうふうに漫画家になられましたかだったり、深く深くインタビューをね、されてたので、すごく見応えのある、本当面白い、素晴らしい番組でした。はい。まだご覧になってない方はね、ぜひぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。ネクストゴールが、まあ、1500万円ということで、まあ、でもね、最初の目標が達成したというのは、本当に、素晴らしいことです。もう本当に、りょうこさん、横田プロデューサー、桃井裕二さんはじめ皆さんのおかげだと思います。はい。こちらのね、ツイキャスでもクラウドファンディングしていてくださった方がたくさんいらっしゃいました。ありがとうございました。私もね、クラファン参加させていただきました。私にしては、ちょっとこう、頑張りました。はい。ちょっとね、貧乏人なんでね、もう、本当にね、お金がね、もう、余る方だったらね、いくらでも入れたいんですけど、貧乏人なので、それでも貧乏人なりに、頑張ってね、どんと、私なりにはどんと、支援させていただきました。ねえ、なんか嬉しいです。よかったなと思って、なんか、ゼロか、オールオアナッシングだったので、行くかな、頑張って、と思ってたら、まあ、ちゃんと達成したので、皆さんのね、思いが、ちゃんとこう、須本さんに渡るんですが、須本さんが、まあ、クラウドファンディングの、ページにも書かれてるんですが、ほとんど手数料とか、消費税とか、あと、なんて言うんですか、アシスタントの方へのね、お給料だったり、資材費だったり、取材の、ね、なんて言うの？取材の、取材費だったりで、ほとんどこう、須本先生のお給料にはならないんですが、まあ、でも、今日ね、お話聞いていただいた中川翔一先生のように、須本さんも本当にこう、なんていうのかな、ぶれない方、一回書き出したものは、やっぱり休刊しても最後まで書き切りたいと、日本をね、こう、特攻で渡ったんじゃなく、生き残った方で、日本を守ってくれた人の話をね、みんなに知ってもらいたいっていう思いで、書かれるということなので、達成したのを本当に喜んでおります。はい、月さんなんかもう、毎日のようにいくらになった、いくらになったって心配してましたね。ね、門馬さんのお目々もね、キラキラされてましたね。門馬さんはやっぱり軍事のこと、よくご存知で、ね、で、りょうこさんは、漫画の方がお好きなので、漫画の方の質問をされてっていう感じで、いい感じでね、こう、
聞きたいことがね、涼子さんは涼子さんだし、ゆうじさんはゆうじさんらしい、インタビューができてていいなと思いました。はい。そうそうそう。はい。で、ですね、3月1日、今日が、26ですね。もうすぐ27日になるんですけど、3月1日の、横浜の、鎌倉芸術会館での、恵みへの誓い奪還の公演の方に、私がちょっと神戸から、鎌倉芸術館か。芸術会館って言っちゃったかな。鎌倉芸術館小ホールの方で、恵みへの誓い奪還の舞台劇が公演されるんですが、そちらの方に私、参加させていただくつもりで、行こうと思っております。はい。で、3月1日に、関東の仲間とか、このツイキャスも出ていただきました、前衆議院議員の上野博さんとか、山本ひろみさんも来られるというふうにお聞きしてるんですが、まあ、いろんな方々とこう、舞台の観劇をして、はい。そうです。大船駅から歩いて10分、600メートルぐらいって書いてました。はい。で、そちらの方は、見てこようと思っております。最後のね、今期最後ですね、舞台劇なんですね。で、舞台劇の方も、今日ね、まさるさんがおっしゃってたように、ぜひ皆さん覚えてください。自分の自治体で、舞台招致の方をやってもらえませんかということで、市会議員さん、町会議員さんとか、県議会議員さんの方にご相談して、まあ、2月とか3月に、2月が多いかな、来期の予算を組むんですよね、議会って。で、その時に、この舞台招致のことを入れて予算が組まれると、間違いなく、ほぼ、なんていうのかな、公演が叶いますので、ぜひぜひ2月の議会予算を組むまでに、お願いをしていただきたいと思います。もう、ちょっとしかないですけどね、2月。うん。来週は、とりあえず今ね、ちょっとオファーしている方が、脱北者の方なんですが、その方のちょっとご都合が今調整中なので、とりあえず来週私の一人語りということにしててください。もし、その方の調整がうまくいきましたら、キムさんっておっしゃる方なんですが、北朝鮮人権映画祭でね、昨年の暮れに、皆さんで覚えていらっしゃる方いらっしゃいますかね。私が人権映画祭で、その、ミョンジュンさんっておっしゃるんですけど、キムミョンジュンさんのね、お話が聞けたんですよ。で、北朝鮮でどれほど、その過酷な、本当に劣悪な環境で、人の精神や、肉体が蝕まれていって、もう本当にこう、殺伐とした、人から物を盗んで、こう、弱肉強食の世界っていうんですかね、もう本当に弱いものは、飢餓でなくなっていったり、で、強いものは弱いものから奪って、なんとかその日、一日生き延びてしのぐんですが、次の日はもうその自分より強いものからまた奪われるかもしれないという、本当にもう、戦時中と何も、ね、戦時下と何も変わらないほどのこう厳しい、中で育ってこられて、日本に、今はね、いらっしゃって、こんな天国みたいなところはないですっていうおっしゃってた方なんですが、お若い方なんですよ。40代、まだ、初めの方だと思うんですよ。40そこそこだと思うんですけど、はい。その時にね、その方の話があまりにももう衝撃的だったので、三浦小太郎先生に、ミョンジュンさんにね、ぜひツイキャスに出てもらいたいんですって、
ご相談したら、まあ、ミョンジュンさんがよかったらに出てもらって話してもらった方がいいよって、三浦先生も言ってくださって、で、山田文明先生、山田文明先生に今ご相談して、つないでいただいてます。うん。なので、ぜひ、うまく調整がついたら、ミョンジュンさんに出ていただこうかなと思うんですが、とりあえず今まだ決定できてないので、来週は、私の舞台公演を見てきましたっていう、なんて言うんですかね、舞台の、こうでしたよ、ああでしたよっていうレポートと、あと、そうなんですよね。そうそう、小鳥さん、今ね、トゥルーノース見られますから、ぜひ皆さん、まだね、ご覧になってない方は、ぜひ見てください。上野先生にもね、ぜひなんていうのかな、舞台の公演を見終わった後に、ちょっとお食事一緒にみんなで食べようっていう、約束ができているので、その時に、上野先生ご覧になってどうでしたかっていうのを、いろいろ聞きたいなと思ってます。またね、ツイキャスの方で直接上野先生に出ていただいてお話ししていただくというのもいいかなとも思ってます。あ、はい、もう11時半になりましたね。じゃあもう今日の配信、終わりたいと思います。ありがとうございます。まさるさん、今日ね、初めの自分の選挙の話、すごく面白くて、だいぶ笑っちゃって、あずさん2号を、歌ったなんて本当に笑っちゃったんですけど、最後のね、正一先生との話の時にはね、正一先生が自民党を出ようと思ってたみたいな、当時のね、もう当時もほとんどの人が知らなかったような話もしてくださってね、よほどやっぱり自民党をなんとか外から立て直したい。で、内側から立て直してくれる仲間は、いるから、自分は外からって、みんなに外に出てくれっていうのは、やっぱり、それは大変だから自分が外に出てっていうふうに、それほど、こう、自己犠牲をしてまでも自民党を守りたかったっていう、中川翔一先生の話が聞けて、なんかね、やっぱり胸がいっぱいになりましたね、本当に。なんかね、自分はどうなってもいいんだって、この国さえ良くなるなら、その犠牲になってもいいっていう、正一先生のその、実直な思いがね、伝わってきたので、やっぱりね、まあ、たらればの話したらいけないけど、いて欲しかったな、生きていて欲しかったな、と思いました。ありがとうございました。じゃあ今日の配信、終わります。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。おやすみなさい。